皆様大変お待たせいたしました。これより毎年恒例のひなフェス抽選会を始めたいと思います。それでは順番に前に来ていただいて、この箱の中をですね、すいません、はい、あの今までこう減衰とかやってましたよね、大佐とか。それにつきましては、昨今のコンプライアンス的な事情により大佐だの減衰だのという高圧的なやり取りがこのご時世にいかがなものかとなりまして、クレームが来る前にですね、自主規制させていただきました。なので普通にくじ引きをさせていただきます。あと一つ言い忘れたんですけども、この VTR も皆さんの顔が出ないようにぼかしを入れて設定して、これもですね、皆さんの個人情報保護の観点から自主規制させていただきます。はい、そうですね、私以外は映っておりません。全員ぼかしてあります。出して大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？あのクレームとか大丈夫ですか？大丈夫ですか？そうですね、まあじゃあ、あのお許しが出たということでスタッフさんお願いします。映った？はい、ここから皆さんの顔が映ります。それでは改めまして、3月31日4月1日にパシフィコ横浜で行われるひなフェス2018にてソロ曲およびシャッフルユニット曲歌唱メンバーの抽選会を行いたいと思います。じゃあ笠原、そこにあるボードを持ってきてください。ここ？何も聞いてない。何も聞いてない。笠原さん、ありがとうございます。今回の枠組みはですね、いきまーす。じゃーん。このような感じになってますね。まず、3月31日土曜日1回目の公演はソロと3人組、そして3月31日土曜日2回目の公演がソロと4人組、そして4月1日日曜日1回目の公演がソロと5人組、そして4月1日日曜日2回目の公演がソロと6人組となっております。はい、今回はこのような形でということでですね、順番にこの箱の中のくじを引いていっていただきたいと思います。はい、一応ここもですね、くじ引きで優越をつけるというのは倫理上いかがなものかとなりまして、ここには基本当たりくじしか入っておりません。なので全員当たりですので、そういうリアクションでお願いします。はい、全員当たりってことは全員歌えるってことですか？歌えないですね、この枠しかありません。くじ引きは全員当たりですので、その後にメンバー同士で話し合ってもらって、譲り合うなり忖度していただいて決めてください。めんどくさい？めんどくさいです。あ、そうですか。あ、そうですか。まあ、その親御さんとかが出てきて、なんでうちの子がとかってならないですかね。わかりました。では後で苦情は言わないでください。まずはモーニング娘。18、そしてアンジュルム、ジュースジュース、カントリーガールズ、こぶしファクトリー、椿ファクトリー、市岡、高瀬、清野、稲葉の順にくじを引いてください。引いてもまだくじを開けないでください。ということで、はい、初めて弾く。初めて
一番目に引く。で、まだ開いちゃダメだよね。ソロが当たりますように。可愛い。和田が言いたいことがあるんですって。6年間初回から出てて何も当たってないのがハローで私だけなんで。当たりたい。あ、じゃあこの二人なんで。うわー、ねえ、ちゃん良さそうなのに。え、なんか違う。なんだろう。え、ひなちゃん、はい、失礼しました。和田さん見えました。早くしたいんだよ。アンジュルムどうぞ。一発目に当たったものを引く。
します。じゃあお願いします。それでは抽選結果の発表したいと思います。まずは3月31日土曜日1回目の公演なんですが、ソロは山木りさちゃん、そして3人組は私和田彩香、そして中西かなちゃん、市岡玲奈ちゃんです。そして3月31日土曜日2回目の公演はソロが飯窪春菜ちゃん、そして4人組は竹内あかりちゃん、福村瑞希ちゃん、そして上村あかりちゃん、そして森戸千咲ちゃんです。そして4月1日日曜日1回目の公演ソロが川村彩乃ちゃん、そして5人組、宮崎ゆかちゃん、勝田里奈ちゃん、上国梁萌ちゃん、金沢智子ちゃん、船木結ちゃんです。そして4月1日日曜日2回目の公演は、ソロが、岸本ゆめのちゃん、そして6人組が宮本かりんちゃん、羽賀あかねちゃん、清野桃姫ちゃん、佐藤まさきちゃん、そして高瀬くるみちゃん、そして小野田沙織ちゃんです。ということでこのように決まりました。それでは皆さん、ひなフェスよろしくお願いします。以上で抽選会終わります。ありがとうございました。そろそろ来るかな。